皆さんこんにちは、日本人の神戸市民の淡井圭介です。本日2023年の7月17日、7月の、上旬、まあ、10日か9日ぐらいですね、まあ、それぐらいの頃に、まあ、テレビに向かって言う方法でワールドビジネスサテライト、そちらの方で、まあ、1ドル148円149円それぐらいのその頃の相場でしたから、ここまで来ると、まあ、外貨準備高と言いましょうか、外貨準備ということで、まあ、いろんな国の政府の人たちが、まあ、円を購入されたりするんじゃないですかっていうことで、まあ、言いました。まあ、物事には何でも相場がありますから、あまりにも、まあ、極端なその為替相場になると、まあ、誰かが、まあ、本当のことを言うのが一番良いと、まあ、そういうような考え方で、言いました。まあ、これに関しては、まあ、大企業や政府ぐらいしか、その円を購入しようと考える人たち、あの大きく為替相場はその約10円ほど、まあ、本日で1ドル138円なんですけども、10円ほど、変化してますので、ここまで大きな金額になってくると、世界中の政府とか、まあ、大きな企業とかが同時に動いて、まあ、確かにそれはそうですねっていうことで、まあ、今のうちであれば、まあ、日本から何か物を購入したりもするしっていうことで、まあ、購入された部分はあると思います。まあ、至って私の言ってることはシンプルですよ。普通に考えたらそうですからね。あとは、エネルギーの残存量問題に関して、世界中はどれぐらい前向きに、しっかりと取り組めるかどうか。これによって景気は変わってきます。だけども、その、消費する社会は間違っていたと。しっかりと将来に向けてエネルギーを、残してあげる社会が正しい社会であったと。先進諸国はどこも少子化です。で、うん。資源は重要です。金属も含めて。それに合わせて全員がしっかりと世界中の人たちが対応しなければならない。20歳以上の人間が特に。まあ、これが答えです。今後、為替相場がどれぐらいの値になるかは、ちょっと私の方では想像ができないです。まあ、早くね、日本国内のその考え方で言うと、私のですよ。まあ、学校にかまど発電を設備して、高校大学に時間給を与えながら、まあ、雇うというような形で、まあ、斧、いや、ノコギリで木を切りに行ってもらうと。まあ、それで冬は暖を得ながら発電すると。そういった設備をしっかり作ると。まあ、そういうふうなところが世界中に普及すると、まあ、余計な仕事は減りながら、仕事はできるから横ばいかなというような形で私は物事を見ています。あと太陽光パネルの設置ですね。大量に設置するのに多くの人手がいると。まだ日本はここ数年前のデータで1年間で自然再生可能エネルギーが賄えている電力の量は 17% ほどですから、まだまだ道のりが長いですね。以上です。